回は1971年に登場した日野自動車 HE トラクターシリーズに新たにバリエーションが追加された1973年のカタログになります。日野 HE トラクターシリーズは1964年に初代が発売され、1971年にモデルチェンジした際に赤いエンジンを搭載とともに廃キャブ化し登場しました。ドライバーの着座位置の高いハイキャブスタイルの迫力あるアメリカンスタイルデザインは当時話題となり、現在も人気の高い名車トラックの一つです。斬新とも思えるハイキャブデザインは車両前方からカプラまでの距離を短く抑え、ホイールベースを長くしたフロントオーバーハングが短いレイアウトになっており、全長の長いトレーラーの牽引に適した機能的デザインでした。ED100 直力ディーゼルエンジン 11581cc 260馬力、 EF100V 型8気筒ディーゼルエンジン 13804cc 280馬力 EF100 ターボ付きV 型8気筒ディーゼルエンジン 13804cc 350馬力 EG100 V 型8気筒ディーゼルエンジン 14886cc 305馬力安全と快適さに徹したキャビン設計、ヘッドレスト一体型のハイバックシートなど乗務員の疲労を軽減するため研究実験した成果です。1976年にマイナーチェンジが行われ、新エンジンが追加されるとともに、外観の違いはわずかな変更ですが、前期型の特徴だったフロントオーバーハングの短いレイアウトは延長され、内装は快適性を向上させた UU キャビンが採用されました。1980年にフルモデルチェンジが行われ、昭和54年排ガス規制に対応し、これまでのハイキャブからローキャブの大型トラックと共通のデザインとなりました。1981年にスーパードルフィントラクターの登場とともに生産を終了しました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。いつも皆様からの素敵なリアクションが励みになっています。いつもありがとうございます。次回もまたご視聴よろしくお願いします。